はい。これは2本目のビデオですね。第4週の2本目のビデオですけど、このビデオでは、ここの、白井先生のですね、本からちょっといくつか重要なところだけを、引用してみたいと思います。まず最初はですね、これはカリフォルニア州立大学のジェームズ・アッシャーという研究者によるものなんですけど、これはですね、スペイン語の学習に関して行った研究なので、日本語ではないんですけど、その授業の 70% は聞く活動、で 20% は話す活動、で 10% が読み書きに費やされるという、そういう授業だったにもかかわらず、聞く、読む能力は、伝統的なオーディオリンガル教授法で教えられた学生の3倍のスピードで習得されて、で、話す、書く力、つまりアウトプットの方ですよね。それも劣らないという結果が出ているというふうに、この本には書かれています。はい。またこの本ではですね、アメリカの国防省の、言語研究所、バレリアン・ポストフスキーという、人の研究も紹介されていますが、ここではですね、はい。この研究は、まず話すことをですね、4週間遅らせた、聴解優先のグループ、つまりインプットを優先にしたグループっていうことですよね。それが、最初から話す訓練を受けたグループを総合力で上回り、また訓練を遅らせた話す、つまりアウトプットの方ですよね。アウトプットの能力も最終的には勝っていたという、そういう例も紹介されています。つまりですね、たくさん話したり書いたりするよりも、たくさん聞いたり読んだりする授業の方がいいわけです。これがインプットの、大切さということですね。はい。ただしですね、これはですね、とてもよくある誤解を防ぐために、ここでもまた繰り返さなければいけないんですけど、インプットっていうのは、先生が文法とかを詳しく説明するということではありません。先生はなるべく、説明しない方がいいです。で、つまり細かいこととかですね。で、つまりできるだけたくさんの日本語ですよね。日本語を教えるときは、できるだけたくさんの日本語を聞かせたり、見せたりする必要があるっていうわけですね。で、実際にその行動ができるかどうかが大切なので、他の場面でどう使うかとか、そういう説明はしてはいけません。説明はあくまでもその行動を支援するという目的から外れないようにしてほしいと思います。あ、すいません。これ出すの忘れてました。はい。それではちょっとこのビデオ少し短いんですが、次はですね、次のビデオからちょっとまた詳しく授業例について説明しますので、一旦、このビデオは終了させていただきます。はい、失礼します。